はい、アメリカの皆さんこんにちは、コッシーです。ということで今日はですね、ちょっとお知らせというか、まあ、ちょっとしたことを言いたいと思うんですけども、まあ、僕もね、登録者が今163人かな、まあ、150人を超えてですね、まあ、本当は100人超えたあたりでやろうと思ってたことを今やろうと思うんですけども、コッシー杯をやりたいと思っています。はい、まあ、プロスペの大会ですね。まあ、個人的にはルーム戦で、まあ、多分最大が18人なんで、多分18人規模でやろうと思ってます。まあ、もうすぐね、まあ、オールスター杯、6月1日からオールスター杯、まあ、7月後半には、スピーリーグがあるんですけども、コナミさんからね、こうやりますよっていうのがなければ僕たちできないじゃないですか、ね、実際ルーム戦とかってあんまね、友達とかってやるってなっても、そのガチ勢だったりカジュアル勢だったりって変わるので、まあ、まあ普通にどんな人でも入ってきて大丈夫なんですけども、その大会、まあ、コッシー杯をやるとしたらですね、まあ1位から3位まで、まあ、賞品を与えようかなって思ってます。はい、1位2位3位が決まって、その人たちにまあ賞品をまあお配りしようかなって考えています。まあ、3位はまあ Amazon ギフト券500円分、2位は1000円分、1位が1500円分っていう形で、まあ、500円ずつ上がっていくっていう形にしようかなって思っています。はい、まあ最初はね、まあちょっとお試しというか、まあちゃんと大会はまだ第1回なんで、まあ、商品とかもそこはちょっと抑えめでな状態なので、まあいきなりここで商品とかんでてもね、ちょっと多分あんま集まってくんない可能性もあるので、大会をねどんどんやっていけばやっていくほど、まあ賞金が増えていくって考えてもらっても大丈夫だと思います。まあ、総当たりだとめっちゃ時間かかっちゃうんで、ちょっとトーナメント制で、まあトーナメントはまあ事前に、まあ、僕が決めるんですけども、まあ本当に何の偏見もなく、ただなんとなくで決めていこうと思ってます。あ、ちなみにこの18人のうち1枠は僕が入ってるので、はい、実質17枠だと考えてください。はい、ってことで、まあ応募条件なんですけども、まあ、僕のチャンネルを登録していただいて、この動画のコメント欄に参加したいですっていうことを書いていただいて、もしも18人、まあ、17人以上ですねを超えてしまったらですね、そこが抽選で決めたいと思っています。今回だけで終わりではなくて、まあ、第2回第3回、まあ、第4回第5回まで、まあ、結構いろんな数をねやっていきたいと思っているので、まあ、安心してください。まあ、いつかは抽選当たると考えてください。はい、まあ、できればまあ、ルームをね何個か作ってやるっていう考えにも後々なってくると思うので、まあ、その時にはね、まあ、もっと参加人数が増えていけると思っています。まあ、開催日なんですけども、5月20日、まあ、1週間後ですね。多分この動画は多分5月13日土曜日に出てると思うので、1週間後5月20日に規定人数、まあ、18人が埋まれば、やろうと思っています。僕入れて、18人が埋まらなければ、開催は延期となります。なんでまあ今チャンネル登録してくれてる人も参加可能ですし、まあ、新規で、まあ、チャンネル登録していただいた方も、参加できますので、どしどし応募してください。